あいつでしょ、あいつでしょ、あいつ、そう、僕出てましたよ、うん、チェからの母急ハンドルして今安西です。いやかっこいい。まあ一緒に戦ってるっていう風な我れこぼし食ったからにはそれを回収しないといけないですから、はい、いやいやではここまでの途中経過をね確認しましょうか。はい、はい、浩二さんが100点、はい、はい、高幸さん45点、うん、奈良橋さんが65点、はい、そして学くん50点となっています。なるほど、意外と奈良橋さん2位なんですね、うん、現在。そうですね、すげえ外してるイメージしかなかった。そう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 、20点譲りましたからね。そうね、だから中田さんは譲んなかったら全問正解だったんですよ。そう、うん、そうか、うん、まだまだここから次が30点問題となりますので、はい、逆転のねチャンスもあります。皆さん頑張ってください。ではいよいよ30点問題参りましょう。まず1問目です。現役選手からの出題です。安西選手が加入した年のキックオフパーティーで披露した一発芸は次のうちのどの芸人さんのギャグでしょうか。なるほど、4択です。1ペナルティワッキーさん、うん、2ひょっこりはんさん、3サンシャイン池崎さん、4雷さん。さあこの4択お答えください、はい、なお浩二さんはですねこのパーティーで司会をされていましたので、うん、正解しても0点となります。はい、はい、不正解の場合はマイナス10点となりますんで。僕取りましたからね。そうか、そうですね、わかります、しっかり覚えてるんですね、はい、となりました。滑ったなっていうところまで。そこまで覚えてその方の一発ギャグで滑っちゃったんですか。はい、なるほど、結果は出なかった、ね、これで滑るって口ですね。これなんとなくか。はい、それではお答えを見せてください。どうぞ。3番1番3番3番はい、鈴木さんのみが1のペナルティー、ワッキーさんということで、やっぱりサッカー系かなと思って、うん、あのなるほど、ワッキーさんサッカーやってたんで、うんうん、まあサッカーつながり強いんで、うん、これかなってちょっと思ったんですけ ど。さあそして現場にいたという、はい、俺がこれ振ったんだと言ってる中田さんが3番のサンシャイン池崎さん、はい、はい、間違いっていう記憶があるんですね、自分で振ったっていう。はい、もう全部覚えてます。すごい、滑りまで覚えてます。なるほど、はい、で、まなぶくんも同じなんですけどどうですか。そうですね、やっぱひょっこりはんだとちょっと SE とか必要なんで、音楽とかね。あ、そっか、準備が大変かなって。なるほどね、はいはい。で、4の雷はコンビなんで、うん、まあちょっと2人必要なんで、1人じゃできない、1人じゃできないんじゃないかっていうので、うん、はい、なるほど、で、奈良さんも3番の、はい、3番池崎さんですね、はい、なるほど、わかりました。さあでは正解は3番のサンシャイン池崎さんでした。中田さん、奈良さん、まなぶくん正解です。いいぞ。でちなみにですね、その時の動画があるそうなので、はい、皆さんで見ましょう。こちらです。ブリッジ安西です。クーゼッゼツゴロチャオゼッツドトロスポンサーゲリスポンサー様、おいしいスポンサー様に愛された男。そう、ワルカスは東京ヴェルディから移籍してきた安西光輝。イエーイ。はいじゃないっすよ。浩二さん、はいはかわいそう、もう本当にダメっすよ、振ったからにはそれを回収しないといけないですから、ね、よくないですね。よくないです。めっちゃ面白いですけど ね。途中途中ちょっと疲れてブリッジ、しかもブリッジでやるというね、素晴らしかったですね。この前の年かな、はい、なんかミサオがやったんですよね、おうおうおう、そう、ケントもやってもらいました。ただその、はいはい、どっちが先か、両方だベルディから来てて、はいはい、その流れでなんかやってもらって。なるほど、うわ、受けたんですか両方。もうやめましょう。アスキ風習、あんな背中見たくない、もう。では続いての問題です。こちらも現役選手に関する問題です、はい、鈴木優真選手は試合の時につけるすね当てにこだわりがあります、うん、ある写真がデザインされたすね当てを使っているのですが、それは誰の写真がデザインされているでしょうか。お答えください。はい、何の写真かをお答えいただくという。そうですね、ヒントなし、もう全然わかりませんか。写真、はい、
まあ、ヒントなし、ないみたい。嬉しい嬉しい、うん、嬉しいなって思います、それ見たら嬉しい、うん、なんとなく分かってきたよ絶対分かってんでしょ分かんない。あとヒントなんだろう、たくみくん。ヒントですね、そうですね、この問題は鈴木優真選手の嬉しいでしょ、好感度が すげえ上がると思います、うん、僕絶対自信あるんですよ、はい、好感度いや今のちょっと大ヒントすぎましたよね。写真あの熱い姿を見てるとあもうこれはもう自信ありますよ、俺ではないことはダメ間違いない、うん、ですね、はい、俺ではないことはダメ、これでもそうですね、そう、うん、大丈夫ですか皆さん、大丈夫ですね、もうヒントいらないですね、大丈夫ですね、はい、あ、はい、書き直す、あと、はい、大丈夫です。鈴木さんが今消してますけども、はい、答えを書き直すという、直しました、なん、はい、だろう、俺自信ある。それでは皆さんお答え見せてください。ここでしょう、これでしょう、あーあーなるほど、はい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 、母みつおさん、じいこさんとなりました。なるほど、はあ、はあはあ、え、たこ何は、まあ両親ってことですね、あ親、あーなるほど、はい、書き直す前は何て書いたんですか、たこゆきさん。いや書き直す前はゲバラって書いてましたあ、厚めのね、やっぱり俺そんなこと、俺そんなこと、ゲバラからの母すごいですね、役目を起こすぞって ね、 そうね、ユニフォーム赤らしいっていうねすごいギャップだな、母に行き着いたんですね、そのそっから母、ゲバラすごいな、なんかチェカラの母ハンドルして今だったらすごいっすね、すげえ重かじ、なるほどね、こいさんは親、はい、うんうん、まあいわゆるまあ一緒の答えってことですよね、ね、うん、はい、さあそして奈良橋さんが三尾さん、うん、やっぱあの40番、なるほど、背負ってますからね、うん、なのかなっていう、なるほど、さあそして学ぶがジーコさんかな、うん、まあね、はい、では正解参りましょう、ほいほいほい、正解は家族の写真でした。はい、家族の写真、うん、ことでということで中田さんと鈴木さんが親母というふうに書きましたけども、うん、これは真偽 OK ということで、お二人正解です。ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って、何ですか、何ですか、だってさ、この前ゲバラですよでもね、書き直した、ね、書き直したから大丈夫です、そうですよ、はい、書き直してるから、ゲバラから急にゲバラからなぜ母というねまあ、常に家族を大事にしてるっていうのは自分もありますし、中で試合に臨むにつれて、あの家族も共にじゃないですけども、まあ、一緒に戦ってるっていう風な感覚を得るために常宛に、家族の写真を入れました。ベルギー行った1年目から、そうですね、遠く離れてからつけるようになって、それを鹿島で継続してる感じです。なんか海外行ったっていうのが、はい、それが一番でかいかもしれないですね。遠く離れてたので一緒に戦うっていうのはモチーフにしたデザインにしました。はい、ということでした。では続いての問題に参ります。はい、まずはこちらの映像をご覧ください。はい、2000年12月9日サントリーチャンピオンシップ第2戦です。若い、若いな、いや長袖ユニフォームかっけえな、かっけえ、覚 え, 覚えてますか、覚えてるよこれ、うん、覚えてる覚えてる覚えてる、ここ覚えてる、あ、これはファール、ファールこれはファール、いけいけいけ、これは絶対ファール、本当はいけ、あ、かっこいい、うわ、かっこいい、すごい、めちゃくちゃかっこいい、ファーサイド狙ったんでしょ、ファーサイド狙ったんでしょ、いや、何も考えてないそうなんだ、何も考えず思いっきりぶち込んだってことですかね、すげえとこ狙いました、これはすごい、吠えてる吠えてる、綺麗に染まってる、吠えてるな、おい、そして2得点目、これね、あーすごい、あらからの、もう少し、うん、ここ皆さんここですよ、あーこれね、はい、これこれ、もうこのホットラインはありませんよ、これ、うわー完全に抜け出した、うわ、このホットラインはありませんよ、だって2人ともこんなプレーできないよ、できませんよ、濃いよこの、まさかこのね、秋田さんからこんなパスが来るとは、最高、ナラさん、いや、かっこいい、かっこいい、かっこいいな、そしてお、これよこれ、これ3人、3人じゃん、そうなんですよ、ここにいる3人が得点を決めた、
狙ってますよこれは。いや完全にミスです。センタリングです。はい、これすごいな。はいはい。お最後シガロ。最後俺蹴ったの俺です。はい、覚えてるよ。試合終了。いや絵になるな。かっこいいな。絵になるな。泣いてる泣いてる。これ何、はい、ということでございます。見てんね俺だよ。ではこの試合から問題です。はい、皆さん今映像ちゃんとご覧になってましたし、うん、ね、出場されてましたから。なんかしっかり覚えてましたね、当時のこと。しっかりと、ね、あれはファールだとか。うん、大丈夫ですね。あれはファールです。さあしっかり覚えてますけれども、この2000年サントリーチャンピオンシップ第2戦のスターティングメンバーを答えてください。全員11人全員書いてください。11人どうぞ。全てでございます。もう答え出てましたからね、はい、だからこう考えると学ぶくんはちょっと不利な問題になってる。いや不利だもんね、そうそう試合出てないからね、うん、あ、でもあれでも映ってなかった、これ完全間違えてる、キーパーとしちゃって、まあ、出てました出てました、うん、そう僕出てましたよ、うん、さあ11名全員書いてください。お、進んでる、うん、今までで一番進んでる、うん、すごいすごい、はい、わすげ、早い、浩二さん書き終わりました、はい、これ一人ずつ正解発表の時に名前言ってくんで、はい、あったらこう丸で囲んでいくみたいな感じがいいかもしれないですね、はい、ご自身で、あいつ誰だっけって俺も書いてるから、あいつでしょあいつでしょあいつ、これ覚えてる、あいつ、あいつでしょ、あいつ誰だっけ、あの人かな、あいつ誰だっけ、この方かな、あいつでしょ、俺覚えてるよ、はい、オッケー、真鍋くん頑張れ、2つが出ない、あと2つ、あと2つ、あと2つ、ポジションはどこが足りないんですか、あと2人、中盤とディフェンスですね、うんうん、あはい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 あいつでしょ、うん、あいつあいつ、うん、知ってる、確かにディフェンス多分ここだと思う、ニオ、うん、は分かる、ニオ、あ、思い出した、高木さん思い出した、これはこれは自信あるということで、いいですか、皆さんよろしいでしょうか、はい、はい、はい、それではお出しください、はい、どうぞ、ドンドンドン、素晴らしい、皆さんありがとうございます、はい、さあ皆さん分かりやすく書いていただきありがとうございます。ただまなぶくんずっと言ってたけど、あと2人分からない、出ない、うん、忘れてしまったということですね。では参ります、まずゴールキーパーから参ります、はい、ゴールキーパー高桑選手、よしきた、はい、皆さん OK ね、ソガじゃなかったんだ、ソガじゃなかったです ね、 ね、この時はね、はい、続いてディフェンス奈良橋選手、はい、はい、うん、秋田選手、はい、相馬選手、はい、ファビアーノ選手、はい、ちょっとね、ちょっとファビーノって誰ってことですか、いやずっとニョね言ってたんですよ、ずっとニョって言ってたんですよ、ニョは分かると思ってニョは分かんだよって言ってて、俺言ったらニョじゃねえよ、ノだよと思って、はいはい、はい、では続いてミッドフィルダー参ります、熊谷選手、はい、中田選手、はい、小笠原選手、うん、ビスマルク選手、おお、はい、ビスマルクだったね、ビスマルクだった、はい、ではフォワード2人いきます、はい、フォワードは柳沢選手、鈴木選手、はい、はい、ということでもう一度、お見せください、見せてください、全問正解者はこれ三角だな、はい、さあ奈良さんはどうでした、え、全部全部全部全問正解、ま、丸してって言われました、ね、ここに、ここに丸ほらその落書きみてえのがいらめ、斬新だな、でもでも監督までね、はい、はい、当てました、はい、ということで、はい、全問正解は中田さんと奈良橋さんです、素晴らしい、すごい、そして鈴木さん惜しかったっすね、ファビニョファビーなんで三角つけてんすかでもファビーニョとも言う、言わない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 、そういうニックネームはなかったですよね、ニョって、なかったっけ、惜しかったですね、三角ないよ、それダメだよね、ちょっと惜しいけれども時間あればゼロにしましょうか。さあではここまでのね得点もちょっと振り返りましょうか、はい、中田浩二さんが160点、すごい、すごい、鈴木さん75点、はい、奈良さん125点、素晴らしい、まなぶくん80点となっています、はい、奈良さんを追い上げております、追い上げてますよ、素晴らしい、だからこれまだ鈴木さんも優勝できる可能性はあるってことですよね、
あるんです。75あるんです。あるまで諦めないでください。ということで最後の問題になります。最後はスペシャルクイズとなります。はい、正解した方にはなんと300点差し上げます。聞きたかった、それを聞きたかったんです最後までね、希望を持ってやっていただきたいので、はい、最後300点ご用意しました。さあではスペシャルクイズ参りたいと思います、はい、このクイズ出してくれるのはなんとこの方です。 VTR どうぞ。Quando eu tinha 30 anos e estava jogando na Udinese, um preparador físico me disse que na vida a gente precisava de duas coisas: memória e... Agora é com você.A segunda. 幅広はい、ということでジーコさんからの出題となりました。ありがとうございます。はい、当時のフィジカルコーチが言っていたことなんですかね、うん、30の頃、うん、30歳。2つ目も何々力になります。力、さあお答えください。はい、力難しい。ジーコさんが30歳の時に言われた言葉。そうなんです。ということは鹿島アントラーズに来てからも皆さんにそれを伝えたということなんでしょうか、ね、伝えてると思います、うん、何力ってことですね。何々力、はい、ということです。一つ目記憶力、もう一つ現在1位の中田さんもペンが止まってますね、うん、もう一個ヒント、もう一個ヒントですか。もう一個体でやってもらっていいですか、ヒント。体で、はい、体でやる、その模様というか、はいはい、その言葉を体で、はい、すいませんちょっとマイク外していただいて、体ですね、はい、こちらですいません、皆さんヒント、はい、体で参りますね、はい、ここでよろしいですか。これ最大のヒントですよ、はい、うん、サンシャイン池崎イエーイ我こそはこれを小1時間やる。うわー、確かに、あー、わかこれをいかなる状況でも、わかった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 、いいですかね、今のヒントで。これはすごいですよ。軽く腰やっちゃいましたけどね。わかりました。久しぶりにブリッジしたんでよろしいですか、皆さん。大丈夫ですか、ましたか、はい、では参りましょう、フリップ、はい、オープン。こうでしょう。なるほどね、これでしょう。あー、忍耐力、継続力、忍耐力、筋力、筋力、はい、あのちょっとあと筋力、うん、ちょっと漢字も違うな。漢字違う、あれ筋あれこれじゃないか、筋層じゃないっすね。ここはね、力、ここ力だ、隣、うん、そっかそっか、月の隣、力です。力だ、力、うん、はい、まあ、あの時点でダメな気もするんですけど、先に言いますけど、学ぶ、あの書き直したけど不正解です。そもそもこれ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 、ね、さあだから学ぶ以外に正解はいるのかということ で、 中田さんと、奈良さんが忍耐力ということですね、うん、で、鈴木さんが、継続力、はい、なるほどとなりました。はい、これ継続できる記事か今のブリッジ、わからん、わからんけど、でもほらそういうことね、まあ言ったらそれを僕小1時間続けることって言ったから、そっから多分継続っていう、ね、なんか違うなそれ。違うのかな。いや、続けることって大切ですからね。大事ですからね、はいはいはい、さあでは正解参りましょうか、はい、正解はこちらです。たぶん duas coisas memória e paciência coisa que o japonês tem muito porque na vida a gente tem que ter memória para lembrar sempreque na vida precisa ter paciência。 忍耐力でした。素晴らしい、中田さんと奈良さん正解。素晴らしい、300ポイント入ります。すごい、そう、これで分かりました、ヒントで。あ、僕のあれで分かりました。分かりますよ、はい、続けるんじゃなくて、いかなる状況でも続けること、だから忍耐力が必要かなという、うん、そういったヒントでございました、あとね、言ったのがフィジカルコーチなんですよ。なるほど、素晴らしい。そっからっていう、だから俺なんとなくちょっとあれかなと思ったんですよ、はい、我慢とかなんかそっちかなって、うん、なるほど、耐えることかなと思って。ただすごいのは、僕がヒントやる前にもう中田さんは忍耐力って書いて、もしろ書いてたわ、すごい、すごい、で見てもあこれだと思って、はい、普通だな、ジーコこれはそんなことない、そんなことないよ、ひどいよあなた、ジーコ普通のあとフィジカルコーチが言ってることフィジカルコーチに言われて大事に思ってることですから。では最終結果発表しましょうか、はい、はい、最終の結果発表です。はい、優勝はやっぱりこの方、中田浩二さんです。おめでとうございます。
ます。素晴らしい。460点です。さあ中田浩二さん、初代アントラーズクイズ王に輝きました。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。さあ初代アントラーズクイズ王になりましたけども、今のお気持ちは？ほっとしました。そうですね。間違えられないから、ね、そのプレッシャーがね。はい。ということで初代アントラーズクイズ王に贈られる豪華賞品こちらです。お初代アントラーズクイズ王、はい、中田浩二さんおめでとうございます。そして、はい、助けありがとうございます。するの、はい、はい、してください。もちろんですよ、はい、はい、素晴らしい、おめでとうございます。わー初代チャンピオン、おめでとうございます。おめでとう。さあということで最後に中田浩二さんからお知らせがございます。5月14日、日曜日ですね、国立競技場で鹿島アントラーズの試合が行われます。これ J リーグ30周年の特別試合ということで、ぜひぜひ皆さんもいらっしゃいますよね。はい、はい、ね、もちろんです。ですよね、行きます、はい、なので、アントラーズが、ね、勝利する姿をぜひ、ファンサポーターの皆さんも、来ていただいて一緒に喜んでもらえればなと思います。よろしくお願いします。ということで以上 J リーグ30周年特別企画鹿島アントラーズクイズバトルでした。皆さん本当に今日もありがとうございました。ありがとうございました。応援しましょう。アントラーズ応援しましょう。